こんにちは、吉谷さん。メッセージありがとうございます。与えられた環境で勝負するしかないと思いますね。当たり前のことですよね。で、なんかね、私こう思うんですけども、自習する能力っていうのがある人っていうのはやっぱり次に進むんですよね。でも人に聞かないと理解できない人ってやっぱ頭打ちになるんじゃないかなと思うんですよ。まあこれね、私の立場からあまり言いにくいんですけども、人に何かを尋ねるってことは、尋ねられた人の時間を無駄にさせてるっていう風な考え方があるんですよね。だからって言って質問するなってわけではないんですけども、まず自分で調べてみる、この質問に対する回答はどっかにないかなっていう風に検索してみる、調べてみることによって自覚自習の能力がついて、自分で解決する能力ができるわけなんですよ。この自分で解決する能力がつくと何が起きるかっていうと、今置かれた環境でベストの回答を自分で導き出すことができるんですよね。で、自分に対する自分がマスター、主人になることができるんですよ。でも、わからないために人に聞いてしまうと、誰かがいなければ解決できなくなっちゃうんですよね。で、手持ちのカードいつまで経っても使えなくなっちゃいます。もちろん、最初の頃は人にサポートをお願いする。これ大事だと思います。まあ、ですので、最初はね、質問があっても仕方がないと思うんですよ。でもプロになってくると人に聞かないですね。自分で解決して自分で一歩前に進む、二歩前に進む、これを繰り返していきます。ですんでプロになればなるほど、どん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 ね、他人の力を必要としなくなるんですよ。と同時にやっぱりね、人の力ってものすごく偉大だなっていうふうに感じるようになるんですよ。で、今回ね、何が言いたいのかと言いますと、特にね、質問する人が面倒くさいってわけじゃないんですよ。人に尋ねることって楽なようでいて最も、困難なことだと思うんですよね。というのが、いつまで経っても誰かがいなければ何かができなくなってしまうっていう自分をどんどん追い込んでしまうからなんですよ。だからね、私はね、やっぱりね、今思いますけども、この世界に入ってよかったなと思うのは、自分で回答を導き出せる人の勝利なんですよね。自分で回答、だから人に相談しようって思わないんですよ。なんかね、その仮に相談することがあっても、それはもうすでに結論が出た時に、まあ相談といいますかね、こういうふうにしたんだよっていうふうな自己報告のような感じですよね。まあ、多分吉谷さんもそうじゃないかなと思いますけども、誰かに相談することってないですよね。自分の脳に聞いた方、頭脳に聞いた方が最も頼りになって、最もね、納得感がありますね、うまくいかなくてもね。ただやっぱりね、人に聞くとなぜかね、その人に対する信頼を自分が勝手になくすんですよ。ひどい話だと思いませんか。人のことを頼っといて自分の思わない結果が出たら頼った人のせいにするということなんですよね。でもね、やっぱりね、こう考えた方がいいですよ。人にアドバイスを求めても、そのアドバイスを採用するかどうかは結局は自分で決めてるんだってことなんですよね。全てはね、全ては、回答は自分の中にあるということなんじゃないかなと思います。まあ、それが斉藤ひとりさんの言うことにもつながるんではないかなと。手持ちのカードで勝負すると。手持ちのカードを使い切れば、手持ちのカードを全然使わない人に勝てますよ。やっぱね。ということでございます。あ、ちなみにね、今日の動画のタイトルにもなりますけども、竹原 TV っていうのがね、YouTube であって、ガチンコマッチョクラブじゃない、ガチンコファイトクラブの竹原さんが番組やってるんですけども、やっぱ面白いですね。で、そこにガチンコファイトクラブの第1期生アミノとかのね、40代になった姿が出てきてるんですけども、すごく面白くって、これいい話だなと思ったのは、竹原さんって世界チャンピオンになったのにあんまり有名にならなかったんですよね。で、お金がない頃にガチンコの話が来て出ていったと。そしてアミノっていうやつが出てきて、彼とのやり取りで自分は有名になったっていうふうに思ってるんですよ。すごいですよね。で、本来は竹原さんって世界チャンピオンってね、誰もが、世界中の猛者が叶わなかった世界で唯一のね、チャンピオンなんですよ。最強の男なんですよ。でも最強の男も、誰かがね、こう絡んでこないとなかなかその姿が発揮できないというところで、アミノのおかげで俺は有名になったっていうところがすごいなと思うんですよ。でも実際は竹原さんの潜在能力、それまで鍛えていたね、ボクシングの力っていうのが人に知られてなかったということなんですよね。で、知らせ方っていうのに、若者がね、アミノっていう若者が立ち向かっていて、それをね、
ボコボコにするっていうところが、まあ、面白くって、そのやり取りが面白くってガチンコの視聴率がどん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 上がっていったってところなんだろうなと思うわけなんですよね。面白かったですね、あのタキャラ TV ね。うん、網野くんっていうのは当時大学生だったんですけども、なんかタキャラさんに本気でボンボンボン殴られていて、もうやめるやめるって言ってたらしいんですよ。でギャラをね、最初1万だったのを1万5千になり3万円になり5万円になった時に、まあしょうがないからやろうかみたいになったらしいんですけども、ガチンコファイトクラブの第2期生は最初から5万だったらしいんですよ。だからね、やっぱりね、そのガチンコファイトクラブっていうものの価値を上げていったのは、まあ、いろんなスタッフの方の力もあるんでしょうけども、竹原さんと網野のやり取りだったんですよね。そういう意味で言うと、今いるそのフィールドの価値を上げていくのは当事者たるあなただということなんですよね。以上です。